祭壇は、神や精霊、死者などに犠牲薬物を捧げるための段。自賃祭の祭壇。地面に、モを敷き、木で棚を組み、周囲の四方に榊を立てて、締め縄で結び、神水を垂らす。祭壇の形態は多様で、台や板状の自然石を用いたもの、土を盛り上げて作ったもの、石を積み上げて作ったもの、地面に獣の皮やモを敷いたものなどがあり。 はじめは、自然物を使用、あるいは加工した形態のものが次第に、神殿の建設など複雑な構造を持つものに変化していった。構造の複雑化に伴い、使用する材料も、多様化次第理石、金属などを用いたものや入念な装飾を持つものが現れるようになった。祭壇は、各宗教によって異なり、代償様々であるが、 最も大きなものは中国で天を祀った祭壇である。隅に角がある祭壇ヘブライ語聖書によると祭壇は土で、あるいは石でで作られた。祭壇は一般に目立つ場所に作られた。ヘブライ語聖書に記録されている最初の祭壇はノアによるものである。そして、ヘブライ語聖書には祭壇はアブラハムによって、アブラハムの息子イサクによって、ヤコブによって、そして、 モーセによって作られたという記述が残っている。デンマークロスキレ大聖堂の祭壇キリスト教では、聖堂内において、ミサ制祭の執行される台を一般に祭壇と呼称する。キリストの自責最後の晩餐の食卓を肩切ったものとして古くから存在していた。材料は石と定められていたが、実際には木や金属も用いられた。 装飾としては前面に下げるアンティペンディウムがあり、祭壇の前面そのものに装飾が施される場合もある。ミラノにあるサンタンブロージョ教会など、前面だけでなく、側面も金や銀などの浮き彫りで飾られた絢爛な祭壇も存在する。その他祭壇の上部に置かれるレタブルム、背後に置かれるレトロアルタレなどがある。聖教会のイタリ聖書にある 生体礼儀が行われる祭壇は宝座と呼ばれる。一般的な日本の神棚神道においては、正月などの祭事に臨時に設置するとした名などが起源とされ、常設されるようになったのは中世以降のことである。神像を祀る場合は、神像を中心として屋根で覆ったり、図紙や糊り越しを用いたりして、祠を作る形態が一般的。神を祀るために石を巡らしたり、 積んだりして祀る場所としたもの、親有地に時脇を建て、寒座としたものがある。段は設けない場合があるが、その場合も、祭壇と呼称する。また、個人を祀る場合は、神棚とは別に祖霊者を設ける。仏教式の葬式用祭壇の霊仏教における、祭壇の形態的には常設の祭壇として、仏像を安置するための趣味壇、家庭内に設置する仏壇、仮設の祭壇として、 総裁用の祭壇、49日まで設置される、中印壇、盆に設置される、精霊棚などがある。密教における、大壇や五ま壇なども講義には、祭壇と取ることができる。創世二22、9、エゼキエル書六3、列王二23時12分、16、4、23、8、6世紀以降は、使用を禁止されている。扉式のものも存在し、 特別な祝祭日などにのみ開帳されるレタブルムもある。伊勢神宮の大麻、陳樹の神札を収める神棚など、ありがとうございます。